おはようございます。陣井宏です。今日初めて、インターネットを外でやってみようと思ってパソコンを外へ持ち出しました。本当に初めてです。ちょっとワクワクしています。いつでもどこでもソーシャルメディア、いつでもどこでもインターネットということで、時間とか場所にとらわれないということで、やっぱりすごいですね。なんていうのかな、昨日ですね、サニー・サナガさんのこの5本が届きましたけども、携帯メルマガ活用術、まだこんだけ5、6ページかな、10ページかなぐらいしか読んでないんですけども、すごい面白いです。携帯メルマガだけ僕はやってないんですね。あらゆるソーシャルメディアをやってみて、自分に合う合わないっていうのを探してるんですけど、一番あったのはやっぱり YouTube 動画です。動画っていうのは端的にメッセージを伝えられるので、そしてまたその後で最初にやったのはミクシーなんですけども、ミクシーもは今年、去年の末だったかな、26万人アクセスになってるんですね。で、その中でですね、昨日一昨日ともFacebook と Twitter の役割でジャスミン革命、チュニジア の、 話、政治が、政府が倒れた、そしてエジプトへ広がり、それからですね、中国にも広がってるそうなんですけども、中国はちょっと規制が入りそうですけども、とにかくFacebook、Twitter っていうのはこれからちょっと別々に考えることはできないんではないかなというふうに思っています。皆様のおかげで、陣井宏の個人プロフィール、ページは、ダンサーヒロ、ほとんどのソーシャルメディアはダンサーヒロになっています。というのは海外の方はヒロシって呼べないんです、シって呼べないんです。それで僕のことはヒロって呼んでみます。それでダンサーヒロというふうにしたハンドルの名前をつけた方が皆さん分かりやすいので、僕のソーシャルメディアはダンサーヒロで検索すると見つかるようにしています。それから、僕個人の Facebook の、公式ファンページっていうか、今ファンページって言わないんですけれども、陣ヒロシ小文字です、 JINHIROSHI。 そして僕のスタジオ、新宿にダンススタジオをやっていますが、そちらの方は J28 スタジオ、 J5DS スタジオで、ホームページは、www.com/j28studio です。皆様とソーシャルメディアでつながっていきたいと思います。今日は外でできてすごい嬉しいです。まあこれでもっともっと時間に束縛されない、場所に束縛されないソーシャルメディア活用というのができそうです。陣ヒロシでした。陣ヒロシとつながってください。では。